こう休憩数分は取っとかないと、ね、ラグとか分かんないもんね。だから5分ぐらい話して、はい、そうね、うん、で どう聞こえるかをまた共有しますね。そうだね、そうだそうだ。俺買ってきたポテトチップス行くわ。お、いいですね。 何味ですか？ね、セブンイレブンでね、はい、厳選海苔で味付けした厚切りポテト買ってきた。あー、ちょっと高いやつじゃないですか。そう、100円のあのコンソメ味のやつ買おうかと思ったんだけど、はい、なんか酔っ払ってたから手に取っちゃった。でもこの時間にこれ食ったら今552キロカロリーだって。一回ね、食べ始めると全部食っちゃいますね。そうで、多分ここで会話するって言ったから、うん、あ、まだ寝ないなと思って。まあね、そうで、この後これはね、うん、サントリーのレモンサワーの、あのこだわり酒場のレモンサワーあるじゃん。まだ飲むの？ちなみに俺も、うん、キリッと男前が出たんだよね。あ、そうだね、中杉にアルコール弓道の、うん、出てたよね。はい、2本買ってきました。マジっすか？だって電話かけた瞬間にもうなんか飲んでると思ったもん。うん、ゴポゴポゴポって落としたの。ゴポゴポゴポ言う落としたの。だって1ミリも酔っ払ってないもん。いやマジっすか？ちょっと酔っ払ったな、うん、ね、普通に酔っ払いました。もう俺も開けよう。すごいな。俺今日はだから本当に燃費悪いんだよ。もう次から一杯目ウォッカとか飲んだ方がいいんじゃないですか？二人とも。それはダメだよ。燃費悪いから。ただそれ死ぬだけだよ。うん。そんなんやったらもう MC とかじゃないよ俺。MC じゃなくて俺多分パリピーになる。いいじゃないですか、パリピー。うえーってなるよ。さあ、いい音かますよ。あ、お願いします。うわ、いい音。確かに、うん、今いい音だったね。ちょっとそこからゴクゴクまでもらっていいですか？いい音だな。聞こえるもんだね。最悪だ、最悪だよ。iPods ってめっちゃ拾うんだね。ちなみに AirPods だけどね。 iPods。 iPod の腹痛系。なんだろうな、わざとじゃないんだけど俺惜しいよね毎回。惜しいっすね。そうだね、うん、だゼロではないんだよな。今日何したっけ、サムネイルのことなんて言ったんでしたっけ？なんだっけ、なんだっけな、なんだっけ、忘れちゃったな。サムネイルはサムネイルだよ。違う違う違う、なんつったっけな、なんつったかな、なんつったっけな、覚えてねえよ。全然違うこと 言いましたもんね。言ったね。サムネイル、サムネイルはサムネイルだ。誰も覚えてないっていうのがもう老いを感じますよね、この、うん、このユニットのね。さすがだよ、エピソードトークができない。ね、タイトルコールとさ、タイトルを決めようよ、うん、ああ確かにそうだね。だからもう回覧板ラジオじゃないってことですよね。回覧板ラジオみたいなのじゃない、ね、いやでも全然回覧板ラジオでもいいんだけど、うん、なんか回覧板沖野吉田岡部のなんとかラジオみたいなので、あ、その著作権フリー、うん、結構ペペンって流してくれたらさ、うん、はいどうも始まりましたみたいな。あ、始まりました、ぽいぽいぽい。そうですね、なんかちょっと違うな。あれ何が気に来なかったですか？なんかちょっとスタイリッシュすぎる。おお。いや今のスタイリッシュというかオーソドックスだよ。やっぱ宗さんのイメージだとこう和太鼓が鳴り響いてるような。いや回覧板っていうのを意識したとしたら、うん、もうあのそう、なんだろう、俺的にはその広報的な感じかな。広報、てん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 、吉田さんのご自宅の
おじいさんが行方不明です的な。なんで例えがそれなんですか町内に流れる今それ道路に野犬が発生しました。いやないわ、東京じゃないわそれはそれ系にするならあれだね、うん、いや毎回その今日は俺とか、ああちょっと変えるってことね。そう、来週は胸とかで、例えば今日俺だったら、うん、ピンポンパンポン、中野区に変態が現れましたいやざっくりだなうんうん、何のでそこから曲流曲流してもらって、うん、はい始まりました、今日の担当は浮野ですみたいな、あスタートだけ毎回回代わりで、そう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 、うん、でも今の聞いて思った、俺自分の回はスタイリッシュにやるわでもあれじゃないですか、これゼロ、うん、あのドアのノックとかじゃないですか、回覧板とかのイメージだと、あコン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 って家から家を渡す感じですもんね、回覧板。なるほど、あそうね、まあ、ピンポーンみたいな、結局そうか、ピンポン鳴らしてみようかな、なるほど、な自分家のいやガチガチのやつはい、ラモンです、あいつもありがとうございますね、はい、はいはいはい、今日も始まりましたいやでも雰囲気はすごい伝わりました、うん、いや全然悪くはないね、いやいい、ピンポンピンポンありか、ありですね、ピンポンはさ SE で落ち、はい、落ちてる、あ多分ね何かしらあると思います、だからそのピンポン鳴らしてもらったら、うん、3人で回覧板でーす、うん、ねちょっと思ったんだけどさ、うん、ダサくないうん、ダサい、いや、沖野さん、それ言っちゃったら、まあ、回覧板っていう名前がダセですからどうしたってダセですよ、じゃあそこからやり直すか音も子もねえなピンポン、うん、あ、でもピンポン回覧板ラジオ始まりますみたいな、あ、いやいや、もういいですね、シンプル、シンプル、うん、うん、さあ今日も回ってまいりました回覧板、ちょっと宗さん、うん、もう一回鳴らしてもらってもいいですか、すいません、ガチャコーンもあるの話聞いてた沖野さん、もう一回いいですか何何もう一回説明しようえ、俺聞いてない全然話いやピンポン回覧板ラジオ始まりますみたいなあ、そうかそうかそうか回覧板です俺それ言っていいって言うんだ、そうです、3人でピンポン回覧板ラジオ、回覧板ラジオ始まりますみたいな、始まるよはあれだね、自分らしくその回代わりでいいんじゃない、え3人で言うんじゃなくてその回代わりで1人が言う、うん、始まるよの言い方もなんかその人それぞれでいいんじゃないかな、あじゃあ今回はじゃあ胸さん、じゃあ胸リンバ、はい、また鳴らしてカヤマネジロ始まるよよさあ今週もやってまいりました回覧板、本日の担当は私吉田ネイロがお送りしてまいります。さあ5つ目、今日はおはがきどこから届いてるのかな、千代田区の
いきなりおはがきいくの。一番絞り大好きさんからの、おはがきをいただいております。どんなお便りだろう。夜になると無性にポテトチップスが食べたくなってしまいます。特に飲んで帰ってきた日は特にセブンイレブンによってポテトチップスを買ってしまいます。でもこんな自分が許せません。どうしたらいいですか。そういう悩みってあるよね。僕もね結構セブンイレブンによって買っちゃうんだけど、そういう時はそうなの、ポテトチップスじゃなくて、え、そこで引っかかるの。鶏のささみにしよう。あ、いい、いいですね。おしんこがいいんだよ、その時。あ、そっかそっかそっか。あとはもう歯磨いちゃうっていう手もありますけど。そうです。このラジオやりにくいな。耳元から余計な声がデーブとか聞こえんだ。なんかピンポーンなってさ、はい、うん、で回覧版ラジオ始まるよはもう録音しとく。そうだね、3人の声にしといて。ああ、それ無難です。で、うん、だから今思ったけど、はい、うん、MC も3人順繰りで回していけばいいんじゃない。ああ、なるほど。そうだね、うん、はい、本日の MC 沖野でーすみたいな。うん、確かに。で、胸でーす、直屋でーすみたいな感じで始まって、うん、その回、例えば俺が MC だったらこんな DM 来てますよとか言って、うん、俺から振って、で、それが直屋で絡めるようだったら俺らコメントで絡めばいいんだよね。何言ってる。まあまあ、そうですね、 MC の人が多分振ってってくれるんで絡んでくって感じですかね。あ、そうですね。俺は会議に参加しても一切受け入れてもらえない。違う。宗さん、それは違いますよ。違います。それはそんなことないです。ちゃんと俺まだポテトチップス開けてないんだよ。じゃあ何食ってる。音ですか。なんか食ってますよね。やっぱ分かった、チーズ食ってる。あ、チーズも食ってる。、うん、昨日の残りのチーズは。なるほどね、スモークチーズ。じゃあちょっと触りだけさ、うん、ちょっと岡部くんバージョンでちょっとやってみよう。なるほど。俺ピンポン言うか。はい、なったわ。回覧版ラジオ始まるよ。はい、今回回覧版ラジオ担当 MC は私岡部直也です。そしておい、沖野です。そして見なくなったのか。そしてみんなの森吉田宗弘が、おーいということで、今回も DM いただいております。はい、今回いただいている DM はですね、はい、3人の第一印象はという。おこの質問、そればっかじゃん、質問コーナーでなぜか皆さんが聞きたがる3人のそれぞれの第一印象ということで、気になるよね。でもね、今回はこちらでトークを進めていきたいと思います。はい、まあ、第一印象よりも第一印象より大きく変わった人が一人いるけど、口を酸っぱくして言うけど。ちなみにそれは誰ですか。もっとちゃんとしてると思ったてめえだよ。メレさん、ラジオだから。そうか、名前を言っていただけたら。うん、岡部直也。なんですか、僕ね、第一印象は逆にちゃんとしてると思ったんですか。もっとちゃんとしてると思った。あ、へえ、うん、まあでもそのイメージあるよね。あ、そうなんですか。